奴らを倒したら、あたいはナラクたちを捕獲しなきゃならない。そういえばわし、金閣寺を見てないな。って、人の話を聞いてるのかよ。清水の舞台からも飛び降りてないし。本当にあそこから飛び降りたら死ぬっての。なんだよ、まったく。日陰と話してると悩んでるのがバカバカしくなるぜ。これはよかった。カツラギに悩んでる姿は似合わんからな。